意味わからない。大丈夫、あの、カットするから。まあ、それやったら、花屋のやりがいをちょっと聞きたいんだけど、やっぱりその、いろんなね、業種のやりがいはあるけど、花屋さんにとって、うん、まあ、じいちゃんにとって、花屋のやりがいって、こんなやりがいあるぞ、みたいな、聞いた人が、うんうん、え、こんなんやりがいなんや、っていうようなこと、もしよかったら教えてください。やりがい。うん。やりがいか。その、思ったことない。まあ、でも、その、いくつかあると思うんよね。やっぱり、お客さんが満足するのもやりがいの一つになるやろうし、金銭的な利益面のやっぱり確保っていうのもやりがいになるやろうし。そうやな。やりがいな。まあ、そうやけど、やっぱり花って、あの、いろいろ、やっぱこう、まあ、それは親父に、まあ、教えてもらってんけども、こう、思いを乗せる。花に思いを乗せて、例えば花束やったら、あの、まあ、ただって花ってただの花やけども、だけど渡す事柄っていうかさ、なんかこうお葬式とかさ、こう誕生日とかさ、あるやんか、なんでそれに、まあ、思いを乗せるものやから、それでいいものを作ったり、お客さんの思ってる一段上のもん作ったら感動してくれて、でまあなんかまあこっちがお金もらってんのにさ、なんかありがとうございます、ありがとうございますって言って帰ってくれると、だからそういう時はなんか あよかったなーっていうかさ、嬉しかったなーって思う時はあるけど、なあ、まあ、何っつって儲かるっていうやったら、まあ他にもっと儲かる仕事もあるけどな、難しいな、花山。ああ、そうやね。そう、でもほんでいろいろ思うのは、なんか花ってこう、天候とかもあるし、いろいろまあ博打みたいな、ところもあると思うね、なんかこう、それをこうまあうまいこと仕入れできたりとか、そしたらなんかこう、あ、なんか自分いけてるやんみたいな、仕入れがうまくいった時はね、そう、予感的中したやんみたいな、そういうなんかこうなんかギャンブル性というか、まあ仕入れに関したら、技術に関したらそういうお客さん喜んでもらうっていうかさ、そういうところかな、それぐらいしかない、それぐらいしかないって感じ。そうやね、まあ花屋のやりがいってやっぱりその、花にね、ずっと花屋さんで働ける、花が好きやから、花を使ってやっぱり商売ができるっていう風なのがやりがいっていう人もおるやろうし、やっぱりそのお客さんがやっぱりこうたくさん来てくれるっていう風なにやりがいを見出すような人もいるし、そうやな、だから花っていうか、もともとさ、なんかなんていうか、やっぱり親がやってて、あ、まあ継いだっていうかさ、手伝、初めは手前いたら手伝わされたやろな、それで別に生まれてなんかこうメルヘンチックなこう女性じゃないからさ、別に花が僕好きでみたいな、そういう人間ではなかったから、その花が好きで好きでっていう感じでこう、やりがいっていうかさ、花につける、職業につけて、あの、嬉しいんですよっていうような、そういう意味合いではやっぱないと思う。マネージメントとしてのこう、嬉しさというか、あの、例えばうちらの伊賀上野の伊賀市やったら、そこにまあ花をどんだけ普及できたかとか、まあ、ちょっとこういいものを安くっていっぱい買いに来てくれたから嬉しかった、嬉しいとか、なんかそういう嬉しさかな。でそこから始まっていくけども、やっぱりだんだん花束の技術とかアレンジメントの技術とか生け花とか、こういうお祝いの装飾とかの技術が上がってきたら、でそれをやり始めたら、そういうふうに予想以上の他の花屋さんより良かったわとか言われたら、ああそうですか、ありがとうございますみたいな、そういうところでほのから嬉しさとか、やっぱりその花屋さんってなんか感謝される業種よね。そう、なんかこう普通の例えば買い物で、まあコンビニでもスーパーでもいいけど、やっぱり
ね、ありがとうってこう言われるかって言ったら、やっぱ言われる率は少ないと思うよね。そう、あの、うん、やっぱ機械的なところっていうのは、やっぱ言われる率は少ないね、うん。うん。でも、花屋って、やっぱりこう、大なり小なりありがとうって言ってお客さんを買っていく業種やなっていうのは、やっぱあるよね。うん、そう。まあ、今、しんちゃん言ったように、その業種っていうのもあるけども、やっぱりこう、花屋ってほんまに10年で1人前になると、こう、20年かかるって言うたやん。うん、さっき、うんうん、ということはやっぱりそんだけマニアックな仕事やと思うよな、だから大手も参入しにくいし、うん、だからあの いつまでも個人商店が生き残る業種というか、うんうんうん、だから機械的にもならへんし、うんうん、で機械的にならへんイコール人と人と そのコミュニケーションが取れるから、あの、うん、おばちゃんにから直接ありがとうって言われるような仕事っていうかな、まあそういう順番でいくとそういう流れになるかなと思うんだけど、うんうん、だからでも、まあ、花屋さんじゃなくて例えば服でも紳士服の服はアパレルでもな、ユニクロみたいに無人で、あの紳士、うん、あのありがとうって言われへんしようなお店もあれば、紳士服で一個一個服仕立てて、うん、なしてる店だったらありがとうって言ってくれる仕事でもあるし、うん、専門店っていうな、いまだに専門店が残ってる 業態っていうか、うん、かなと思いますね。そうやね。そしたらスタッフで苦労したエピソードとかって何かあります？あ、スタッフやね。これ花屋さんって言ったら大体、うん、普通のまあ葬儀屋さんとかやったら男性が多いけど、うん、やっぱりこう店個人店とか、うん、スーパーのお店とかって女性スタッフが多いと、うん、でまあその花坂じいさんの時でもそうやねんけど、3店舗4店舗、うん、あった時なんかやっぱりこう女の人の職場やから3人寄ったらもう派閥ができるっていうのと同じで、やっぱりこう女性同士のこの戦いというか、こちらの店舗の方がいいのよみたいな、あで、あのよう売れてるとかアレンジ私らのところの方がおしゃれにできてるわみたいな、そのやっぱりほんで男は僕一人、親父と僕と男は一人か二人やから、うん、その間に立ってこうなんかこう仲を取り持つというか、やっぱりこうスタッフ間のとか、まあ、店舗違っても、うん、やっぱり仲がいい方がやっぱりお客さんの見栄えもええし、やっぱ花にも影響してくるやろうから、そういうの間取り持つ役というかさ、うん、うん、まあまあ息子やし男、うん、少ない男やから、そういうそういうなんかな、うん、なんかそういう あるやんか仲を取り持つ、そういうのはやっぱ気使ってきたというか大変かなと。うん、じゃあスタッフでやっぱり苦労したっていう風なのは、やっぱり人間関係でちょっと苦労するっていう、うん、そうそう人間、うん、でも大体どこかの仕事でも一緒ちゃうかな、なんか人間関係、やっぱ仕事誰かが就職して辞めるっていう、すぐ辞めたりするのは大概なんか本で見たけど、人間関係が、うん、結局は人間関係みたいな、だからそんな半年1年で仕事みたいな分かりきってないやん、その人辞める人って、うんうん、それで辞めるっていうことは大体に人間関係で合わへんだとか、そうやね、な優秀な人もその中にもいるかもしれへんのに、うん、辞めるってもったいないから、まあ、そこをまあ見極めて間取り持つっていうか、それも大事な仕事やかなと思うけど、そうやね、うん、確かに。